昨年ニューヨークを拠点にすると宣言したピースの綾部さん、いよいよその時期が近づいてきていますが、なかなか準備を進んでいない様子、あげく行く行く詐欺とまで言われているようですが、そこで綾部さんがニューヨークでビッグになれる？なれない？皆さんがどう思うかを直球インタビュー。行かないんじゃないですか？行かなそう。行かないと思いますね。行きそうですか実際？行きそう。行くと思いますか？行くんじゃないですか？なってほしい。今までよりは有名人になってきそうだけど、そこまでビッグにはならなそう。あ、エールは送りたいです。頑張ってはほしいけど、まあ、売れるかは、まあ、頑張ってっていう。まあでも相方にはかなわないんじゃないかな。厳しいかな。どうしてですか？またよしさんの方が欲しい。なんかちょっとお笑いも含めた俳優みたいな、面白い俳優。あ、やっぱり変身。どうですか？かっこつけ。かっこつけ。かっこつけの役ってどんな役ですか？ナレシスト。路上ライブ。路上ライブ？それアーティストなんですか？でも芸人として。芸人として。芸人としてピンで路上ライブ。へいへい。え、なんか胸毛だけでなんか。え、だよね。ゲイ。え、もうだよね。絶対いいよ。